こんにちは、ライムです。ということで今回は第42回武勇祭 Z ボスバトル1、8ターンリミット、シュナなしでお手軽攻略解説。はい、ということでね、今回もやっていきたいなと思います。今上位 0.1% の7位だけどね、まあ、今だけだと思います。はい、でまあボスバトル1なんですが、こちら敵の詳細見ていくと、今回ね、まあ最近の流れずっとそうか、ボスバトルじゃあ敵が3体ということになってます。それぞれやってくる行動違うんですけど、まあ敵1体と何ら変わりないですね。ただ役割をばらけさせてるだけで特に意味はないです。ターンリミットなんでね、どっちにしても倒せませんので。でこいつらがやってくる内容というのが、黒兵衛がこちら技能のマスオコンのゲージ増加量マイナス 80% のデバフ、これずっとだね。はい、それからゲルド、味方全体の物理攻撃耐性バトル終了まで 80% アップということで、一応ね、加護のチャージ型で敵が3体いるんで、魔法の全体フィニッシャーを多めにすると火力が出しやすいってことだね。要するに、はい、まあ、技能のチャージ型でもいけなくはないと思うけどね、バフをいっぱい漏れればね、いっぱい加算で漏れればいけないことはないと思うけど、まあ、加護のチャージ型の方が無難かなというところだね。はい、であとは攻撃含む敵全体の回心力をバトル終了まで 30% ダウン、それから2ターンの間攻撃力 30% ダウンというものがあります。こちら仏鋼ダウンに関してはですね、全員に出したままそのまま放置で解除するか、あるいはその仏鋼ダウンが飛んでくる間後ろに下げて回避するかっていう方法がありますけど、まあフィニッシャーをね、どっちにしてもゲージとか貯めなきゃいけないんで、全員に出しっぱなしでも特に問題ないかなと思います。ただ厄介なの下ね、奥義ゲージ 20% ダウンがあるんで、これまあ1回しか使ってこないけど、ちょっとゲージがギリギリだなっていう時は後ろに下げて回避するとかね、そういった方法も有効です。はい、であとこいつらに関しては一応回心力バフが、あ、ごめん、回心力デバフがあるもののですね、自由度は高い、回心耐性とかそういったものはないので、やろうと思えば回心力を持ってあげたりとかしてね、回心バフを無理やり使っていくみたいなやり方もできるっちゃできると思うけど、まあそれは手持ち次第だね。基本的にはそれ以外の自由度もかなり高いので、別に回心バフにこだわる必要は特にありません。はい、で立ち回りに関しては非常に楽だね。チャージ型ってやっぱ楽だなって思う。ひたすら加護の6コンボをして、極み奥義貯めて、最後のターンで極み奥義にバフを乗せてフィニッシュっていう、そんだけだね。ただ1個注意点は、闇装衛使う方はね、注意してくださいね。コストが300以上の時に使用すると強心力がアップっていう効果内容、最後に使わないといけないんだよね。要するに順番は気をつけましょう。はい、ということでパーティー編成紹介します。これですな、これですな、うん、まあ、うん、でこれやろうと思えばね、バフをさらにその一つ多めにね使うことはできるんだけど、その道中でバフを使ってそのフィニッシャーのキャラを下げてみたいなことをやらなきゃいけないんだけど、めんどくさいからやらないライムのこのいつもの動画の心情としてはね、極力を簡単な立ち回りで攻略しようっていう、まあ、信念があるんで、もっとスコア伸ばしたいなって人はそういうね、ちょっと一工夫とかしてください、おのおのでそうすればもっとね、僕よりも全然スコア伸びると思うんで、あるいは別のバフ使うとかね、結構工夫を重ねればまだ全然スコア上がると思うんで、はい。ということでこちらメインキャラのベニマルですね。はい、こちらはオーガーの誇り勢力が地属性の敵に当たるダメージを 60% アップ、魔法キャラの攻撃と防御を 20% アップで、こちらが奥義の発動後のダメージ力バトル終了に 10% アップ無限加算なんで、可能な限り発動させまくろう。
あともう一個注意点が、これスキル覚醒があるんだけど、バトル開始から8ターン経過で味方全体の貫通力アップなんだよね。なのでこれ最後のターン8ターン目でベニマルのこのカゴスキルが使えないとダメなので気をつけてね。最後の最後でこれ貫通力そういえば発動してねえなってなると火力超下がっちゃうので気をつけて、8ターン目に必ずカゴスキルを貯めた状態で始められるようにするっていうとこだね。はい。で、あとは、ブランですね。こちらが、弱点特攻バフとかついてます。巨神耐性のデバフについては、もみじの方が効果内容高いんで、こっちを上書きされちゃいます。で、まあ、メインの役どころとしては、奥義の発動コン3枚、カゴの倉庫に変換できるよっていう、そういうことだね。はい。まあ、変えるとしたら、このブランの枠かなとは思うけどね。はい。あと、宗衛。こちら味方全体の魔法キャラの攻撃力一旦 70% アップ、さらに味方全体の強襲力一旦 50% アップ、このターン中にスキルポイント300以上消費した状態で使用すると効果量2倍だから、さっきも言った通り最後に使わないとダメだからね。あとカゴ以外の魔装庫2枚変換ということで、まあ、便利バフ変換枠ですね。能力を開示します。あとは魔法パといえばこの人ビオレ、味方全体の魔法バフとあと奥義2枚と技能1枚変換ということで、ソウエイとこのビオレで変換をガシガシしていきます。能力を開示します。で、あとはエルメシアですが、こちら地属性また非属性キャラの奥義バフ、さらに敵全体の奥義耐性一旦 100% ダウンがあります。まあこのバフのためだけに入れてる感じになるんだけど、もちろん他のキャラで全然代用はできるんで、火力はまあスコアが下がったりとかもろもろあるだろうけど、エルメシアじゃないといけないっていうわけでは全くありません。能力を開示します。あとメインフィニッシャーのモミジだね。こちら味方全体の貫通率 100% アップ、非属性攻撃力一旦 70% アップ、強振率バフ、強振耐性デバフって感じです。はい。まあ以上かな。あ、そうだ、刻印符ね。刻印符はね、これまた楽しちゃった。カゴの魔装庫の奥義ゲージアップっていうところで溜まりやすいように、まあ、ちょっと小細工したわ。もうちょい火力上げたいんだったら火力系の刻印符にするとかね、カゴカゴの刻印符にするとか、まあいろいろあると思うけど、これも皆さんのお好みで変えてください。この奥義ゲージアップじゃないとちょっと魔装庫の運ゲーとかね、もろもろ出てきちゃうと思うんですけど、まあその辺はお好みでということで、実際にやっていきましょう。マイル。あとは任せよ。引き受けます。始める。もう逃げ場はないわよ。いつでも呼んでくれ。見てらんないね。天狗にも引けを取らないですね。はいはい。ついてるまでに。いつでも呼んでくれ。天狗にも引けを取らないですね。剣は張り巡らせてある。天狗にも引けを取らないですね。防御は基本だぜ。悪く思う。もう逃げ場がないわよ。このまま一気。いつでも呼んでくれ。
お呼びですわね。天狗にも引けを取らないですね。見てらんないね。天狗にも引けを取らないですね。始める魂の輝きだね。もう逃げ場がないわよ。いつでも呼んでくれ。天狗にも引けを取らないですね。お呼びですわね。天狗にも引けを取らないですね。刑は張り巡らせてあるぞ。天狗にも引けを取らないですね。茨城だね。始める。悪く思う。もう逃げ場がないわよ。このまま一気に。いつでも呼んでくれ。天狗にも引けを取らないですね。お呼びですわね。天狗にも引けを取らないですね。見てらんないね。天狗にも引けを取らないですね。はいはーい。始める魂の輝きだね。もう逃げ場はないわよ。いつでも呼んでくれ。刑は張り巡らせてある。天狗にも引けを取らないですね。お呼びですわね。天狗にも引けを取らないですね。よし。始める。もう逃げ場がないわよ。いつでも呼んでくれ。天狗にも引けを取らないですね。見てらんないね。天狗にも引けを取らないですね。ここからは俺が相手に。天狗にも引けを取らないですね。すべて整ってる。援護が不要。オラを舐めるんで。生意気な。こちらからです。生意気な。さあ、とくと。次はこちらから行く。何くそ。あとは私が守る。